福岡市立長岡中学校は、福岡県福岡市南区長級に位置する公立の中学校。価値ある存在として誇れる人間であれ、学び合い思い合い、鍛え合いの二つ。本校の学区は、南区内の以下の三つの福岡市立の小学校区からなる。ただし、西長住小学校区内の一部地域は、福岡市立長尾中学校の校区に含まれる。 近年は、登校と朝礼の間に、朝の読書、学習の時間が10分間設定されている。自由に好きな本を読んだり、学習することができる。福岡県では、現在、県立普通科高等学校において、県内を13の学区に分割した中学区制を導入されており、通常は中学校別に一つの県立、普通科高校の学区が決められている。したがって、 普通は同じ中学校の生徒ならば受験、進学可能な県立高校は全員同じである。しかし、本校では住所によって2つの学区に分けられる県内唯一の中学校であるため、県内の中学校の中では比較的に進学する高校が福岡県立白陵高等学校以外はばらつきやすい。住所別の学区は以下の通り、 福岡県の公立高校の学区については、福岡県高等学校一覧を参照。全国大会出場経験を持つ、バスケットボール、陸上、水泳など、部活動は盛んである。校区内のかなり北部、福岡のへそと称される、河野巣山の麓に位置し、長岡という地名通り、傾斜の厳しい丘の上に立っている。したがって、 半分以上の生徒は通学までに長い坂を登ることになる。本校からは南側の眺めが大変。よく南区や城南区の市街地や油山までが見渡せる。また、本校の北側に接する道路が南区と中央区の区境になっている。ありがとうございます。